キューポラという、半球部分が全て窓になったようなそういうあの部屋がありますので、そこからやっぱりゆっくり地球を眺めて、写真を撮影したいなという気持ちを持ってます。若田さんは11月7日にカザフスタンから宇宙に向け飛び立ち、国際宇宙ステーションにおよそ6ヶ月間滞在します。終盤の2ヶ月間はアジア人として初めて国際宇宙ステーションの船長を務める予定で、会見では仲間との触れ合いを大切にしてチーム皆の力を最大限出せるようなリーダーシップを取りたいなどと意気込みを語りました。